いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします元 NBA スター選手が言ってたよ大谷は有罪だって大谷翔平を悪人に仕立て上げようとする米記者に非難の声が殺到お前は哀れだもううんざり去る4月11日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の銀行口座から1600万ドル 約24億5,000万円を不正に電子送金したとして元通訳水原一平容疑者が銀行詐欺の疑いで訴追されたこの一件で大谷は被害者であるにもかかわらずいまだに事件に関与したとする疑惑の声が完全にはやんでいない訴状によれば水原容疑者は2021年9月から違法賭博を開始2年余りで約1万9,000回の賭けを行い 勝値は総額1億4,225万ドル約213億円負けは総額1億8,293万ドル約275億円で純損失は4,068万ドル約62億円にも膨らんでいたというそうした中でロサンゼルス・エンジェルス専門メディアエンジェルスウィンのチャック・リヒター記者が自身の X 旧ツイッターを更新。 エンジェルスからドジャースに移籍した大谷を悪者に仕立て上げようとひどい噂を流したアハハ名前は伏せておくけど引退した NBA のスター選手に会ったばかりなんだとにかく彼は大谷は怪しくて有罪だって言ってたよ彼は私がエンジェルスのファンだと知っているからねこの何の根拠もないでたらめな話に対しファンからは非難の声が続出している僕は彼が有罪だなんて思わない 怒りを大谷に向けるのは間違っている本当にお前は哀れだどうして先に進まないのエンジェルスのファンが捨てられた恋人みたいに振る舞うのはもううんざり史上最もバカなツイートだといったコメントが寄せられている大谷はエンジェルス時代に異次元の活躍を見せアメリカンリーグで2度の MVP を獲得チームへの貢献度も高かっただけにいまだに受け入れられないファンが多いのかもしれない 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。